続いてはこちらのコーナー、男はつらいぜ。僕が演じる霧島英次郎は A 組一熱い男。そこでリスナー諸君が考えた霧島にも負けない男気あふれる行動とは何かを送ってもらうコーナー。霧島君に負けないのは大変だぞ。おお、そうだぞ。俺に負けるな。マイクが割れてる。霧島君を超えていけ。超えてみろ。というわけで誰から来るんだ。はい、男から届いております。おー、来い。霧島は男からいただきました。あ、霧島は男だぜ。いや、もう出たぜ。もう出ただけ。カロリー高いなこのコーナー。よっしゃ、キウイを皮ごと行く。男気あるぜ。早い皮ごと行くなんて男気あるぜ。チクチクするねこれ、口の中ね。確かにすごいよ。うわ、関係ないぞ。どうするよ。結構みんなアレルギー持ち多い。多いけども、舌がピリピリするやつね。ピリピリしますよ。俺なんてキウイの下ごしらえしてる時に指がもうピリピリする、ね。男気ねえな。男気ねえぜ。じゃあもう一つ行きましょう。誰が行く。じゃあ新垣が、あー来い、紹介させていただきます。月下美人さんからいただきました。ありがとうございます。だぜ、いきます。唾つけとけば治る。男気あるぜ。ちょっと迷ったぞ。いや、そりゃそうだぜ。ちょっと待ったけど、なんでだぜ。男気って何。男気あるぜ。ちょっとした迷いなんだんだよ。あれだよ、なんかもうどんなもう不祥でもだよ、もう唾つけときゃ治るんだよ。骨折ボーあ骨折れたペペあ治るぜ。おい、ワイルドじゃねえんだよ。骨折に唾つけだぜ。男気あるぜ。お前完璧で一つ。さあ、もう一つ行くぜ。ペンネーム、ピーチマルからいただいたぜ。コンビニで、おにぎりを1万円で買って、お釣りを全部募金するぜ。これは男気あるぜ。え、クエスチョンあったんだけど、今クエスチョンあったよ。男気あるぜ。ぜ。迷いが。9900、800いくらぐらい入れるんだぜ。それはすごい、ね。1ヶ月過ごせるぜ。その1ヶ月を全部募金にしちゃうぜ。世界を救うぜ。目の前の一人の人間だけじゃなくて、なるほど、世界を救うぜ。俺はもうヒーローだぜ。だ、男気ってる。男気じゃねえ。もうどんどんちょっとだから、霧島くんっぽく、ぽそだ。男気あるぜ。オッケーオッケー、それ。戻ってきた戻ってきた。こんな風にあなたが考えた男気あふれる行動を送ってください。以上、男はつらいぜのコーナーです。